ST1000 クラスの決勝を前に現在のタイトル争いについて見ていきましょう。ここまで7戦を終え、ポイントリーダーはゼッケン1、渡辺一馬。開幕戦ではペナルティを受け6位となりましたが、後半戦3連勝で一気にトップに。そして同ポイントで2位につけているのがゼッケン29、国峰拓馬。ここまで優勝1回、2位が2回と安定した走りを見せています。実質この2台がタイトル争いをしている状況ですが、ゼッケン10、高橋優輝も12ポイント差で3位につけており、逆転タイトルを狙います。そんな中、ポールポジションを獲得したのはゼッケン29、国峰拓馬。コースレコードをマーク。2番グリッドを獲得したのはゼッケン21、岩戸亮介。続く3番グリッドにはゼッケン6、豊島玲。ゼッケン1、渡辺は4番グリッド。ゼッケン10、高橋は6番グリッドからのスタートに。今シーズンの全てが決まる ST1000 クラスの決勝レースが今スタート。抜群のスタートを見せたのはゼッケン10、高橋優輝。しかし、イン側からゼッケン29、国峰拓馬がトップを奪っていきます。続く S 字コーナーではゼッケン3、南本が2番手に浮上。3番手高橋、4番手豊島、5番手津田、そしてポイントリーダーのゼッケン1、渡辺一馬は6番手と出遅れてしまいます。オープニングラップのヘアピン、ゼッケン3、南本がゼッケン29、国峰をかわしトップへと躍り出ます。12周で行われる決勝レース、序盤からポジション争いが激しくなります。レース3周目、4番手までポジションを回復してきているのがゼッケン1、渡辺一馬。予選では赤旗の影響もありタイムが出せなかった渡辺でしたが、決勝では徐々に本来の走りを見せています。そして試験員の侵入でゼッケン10、高橋を捉え3番手に浮上。その後もコンスタントに安定したペースで周回を重ねた渡辺が、6周目には国峰をかわし2番手にポジションアップ。前を行く南本のテールを積極的に追います。迎えた8周目、トップ争いが入れ替わります。リードラップを刻んでいるのは渡辺、その後ろ2番手国峰、3番手高橋、4番手南本というオーダーに。レース序盤は南本がタイトル争いをする3人を引っ張る形でしたが、後半戦はタイトル争いをする3人がレースを引っ張る形に。そして国峰が立ち上がりで渡辺の委員を伺っていきます。9周目のホームストレート、渡辺のスリップをもらった国峰が1コーナーで前に出ていったのですが、クロスラインでサイドバイサイド、トップ争いが激しくなります。そして 130R ではゼッケン1、渡辺が国峰をかわしトップに。渡辺、国峰、この2台の意地と意地がぶつかる中、さらに試験員では高橋が国峰をかわし2番手に浮上。タイトル争いをする3人が激しいバトルを展開します。レースはいよいよファイナルラップ。オーダーは変わらず、トップを走行するのはゼッケン1をつけるアステモホンダドリーム SI レーシングの渡辺一馬。このままいけば2年連続のタイトル獲得となります。しかし2番手を行くゼッケン10、高橋にもまだまだチャンスあり、自身の優勝が絶対条件ながらも渡辺、国峰の2台が5番手以降に沈めば逆転でタイトル獲得という状況。そして3番手のゼッケン29、国峰は渡辺の前でチェッカーを受ければ自身初となる ST1000 クラスでのチャンピオンとなります。さあ、2番手に上がった国峰、残すコーナーは試験のみ。つけ入る隙はあるのか。しかしここでは届かず、ゼッケン1、渡辺一馬がトップで立ち上がり、最終戦優勝のチェッカーフラッグを受けると同時に2年連続となるチャンピオンに輝きました。2位国峰、
3位高橋、4位南本、5位岩戸という結果に。ポイントランキング、最終戦を制した渡辺が2年連続のタイトルを獲得しました。見事最終戦優勝でですね、 V2 を飾りました渡辺和真選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今日のレースすごいレースでしたね。そうですね、ちょっともういろいろあってすごい大変だったんで、思い出すのも大変なぐらい、あの展開も目まぐるしかったですね。はい、いや、まあ本当ね、もう同ポイントでの争いでですね、まあ、トップに立ちましたよね。その後もね、後ろにぴったり使えてましたからね。そんな感じはどうでした？まあ、予選までの感じを見ても引き離すのは難しいだろうなと思ってたので、離すことは難しいだろうし、まあ、後ろにいれば仕掛けてくるだろうな。当然国峰選手もチャンピオンは取りたいでしょうし、仕掛けてくるだろうなと思ってたので、まあ、ああいう展開になることは覚悟はしていました。はい、まあね、高橋優輝選手もね、かなりついてきてましたからね。そのあたりどうでした？まあ、展開的に優輝選手、高橋選手と、まあ、南本選手もペースは良かったので、3台か4台のバトルになるんだろうなと思ってたので、展開としては想像通りだったんですけど、ペースが思ってたよりも速かったので、なかなかしんどかったですね。全く気を抜けなかったですし、一騎打ちとは違くて、やっぱ4人いると間に入ってしまう可能性もあったので、これはもう前を走り続けた方がいいかなと思って、はい、走ってました。いや、まあ本当ね、後半もね、すごい集中力でね、いい走りしてましたよね。ありがとうございます。はい、まあ、このシーズンで、ね、本当ベストレースなんじゃないかなと思ったんですけど。まあ、そう言っていただけるとすごい光栄なことですね。ありがたいんですけど、ちょっとどんなレースだったのか今自分で振り返れてないので。はい、まあ、それだけ集中してたってことだよね。そうですね、はい、もう勝つこと、まあ、勝たないとチャンピオン取れないなと思ってたので、うん、はい、それだけもう一周一周目の前のことにとにかく集中できた結果だと思ってます。はい、いや、もう本当強いいいレースだったと思います。最後にね、ファンの皆さんに一言お願いします。はい、皆さん、今年1年間たくさんの応援ありがとうございました。応援はすごく力になりました。まあ、2連覇することができて、チームの力も示すことができて、僕自身はすごく嬉しくてほっとしています。まあ、でもこれに満足することなく、またさらに自分自身も成長していけるように努力を続けていきますので、これからも楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、今シーズンの最終戦が終了しました。北川さん、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。北川さん、この1年振り返っていかがでしょうか？いや、まあ今年1年ですね、まあ、去年と比べたらね、本当いいレースばっかりだったような印象ですよね。そうですよね、うん、なんか圧倒的に今年の方が面白かったね、うんうん、はい、まあ、いろんな意味でですね、バトルがすごかったですし、そして最後までね、分からないチャンピオン争いだったりとか、うん、いいレースが続いていましたね。本当ね、それとルーキー勢の活躍もね、はい、本当面白かったです ね。新しいスターが今年なんか出てきたっていうね、うん、そんな感じのシーズンになりましたよね。まあ、そういう意味では本当ね、来シーズン期待したいところですね。おそらく、まあ、これだけ今年いいレースをしましたから、来シーズンはさらにたくさんの、ね、お客さんで、盛り上がること間違いありませんので、うん、ぜひ一緒に、この二輪レース、全日本ロードレースをね、盛り上げていきましょう。ということでですね、TV 元チャンネルをお届けしてまいりました。そろそろ、鈴鹿サーキットからお別れしたいというふうに思います。それではまた来年お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はホンダ、レッドバロン、ご覧の各社の提供でお送りしました。